はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は、またスコッチウイスキーです。Famous Grouse、ザ・Famous Grouse。かな？うん。ワイルドターキーに非常に似た、ラベルのなんか、ね、ポッポみたいなやつがいるんですけど、赤いポッポみたいなやつがね。はい。こちらは値段が確か1300円ぐらい。結構ね、評価が、2ちゃんでは評価が高かったものです。アルコール度数は 40%。で、後ろのラベルなんかいろいろ書いてありますけど、英語で読めない。うん。あ、これはあれか。まあいいや。じゃあ飲んでいきたいと思います。ワイルドターキーも飲んでみたいんですけどね。ワイルドターキーね。高いんでね。高いってこと高い。まあ、でも高いですよね。うん。乾杯。ん？ん？これなんか、日課ウイスキーみたいな味するぞ。すっげえ日課っぽい。なんだこれ。ん？これスコッチだよな。スコッチだよね。スコッチだ。日課ウイスキーだよ、これ。あ、あ、でも日課のね、でも味がなんかすげえ、これもライトだな。コクがあんまない。うん。すっげえおとなしいな、これも。うん、でも一応、アルコール臭というか、アルコールが喉に来る感じと、鼻につく感じは若干あるね。スコッチらしさが、今までで一番ないかもしれない。スコッチの、俺が嫌いな、スコッチの味が、全然しないね。しかも口当たりも非常に水のようだ。なんか同じようなことばっかり言ってるけど。なんか本当に当たり入ったな。スコッチの当たりパターン入ったな。大当たり確変来たな。日課ウイスキーに非常に似てる。甘い。は甘いというか、甘さが似てんだな。そんなに甘いっていうほど甘くはないんだけど、うん。Famous Grouse。Famous Grouse。もうこれワイルドターキーのパクリなんじゃねえの？ぶっちゃけた話。ほとんどそれにしか見えない。これね、なかなか売ってないんですよ。うん。売ってても高かったりするんですよ。うん。うん。Famous Grouse。はい。これ何の鳥なんですかね。あ、スコットランドの国鳥であるライチョウ。雷の鳥と書いて、ライチョウをラベルに掲げ、本場スコットランドで30年以上もの間、ナンバーワンの座を誇る、ブレンデッドスコッチウイスキー。あ、本当に ?30 年以上。本当かよ、それ。ジョニー・ウォーカーじゃねえの？その人気の秘密はブレンドされる極上の原酒にあります。ザ・マッカランやハイランドパークを含むモルトウイスキーの豊かさと甘みをもたらすグレーンウイスキーの絶妙なブレンドが独特な滑らかな味わいを生み出しているのです。だそうです。なんか、聞いたような、あれだな。同じことなんか前に聞いた気がする。うん。イギリス国内では1位のベルに続いて2位。スコットランドに限って言えば20年以上の間、1位の座をキープしている。はぁ。ベルっていうウイスキーも何度か聞いてるんですけど、どういうやつなんだろう。ウイスキーと。どんなやつだ？見たことねえ。ベル。これ見たことねえな。俺はこれを見たことないな。ない。売ってないと思う、多分。うん。まあ、非常に日韓の味に似てる気がする。だけど、俺だけ？なのこれは。甘さと、香りがなんか、どちらも日韓に非常に似てる気がする。日韓の、ブラック日韓の、違う、日韓ウイスキーの、なんだろうな。いや、なんだろうな。わかんないけど。なんだかわかんないけど。何かに似てる。のは間違いない。うん。だけど、なんかあれなんだよな。尺が進まない。範囲が進まない。なぜだ？確かにスコッチの味はしないんだけども、日課の味がするはずなんだが、何か、牌が進まない。なぜだ？やっぱ口当たりが辛いのかな？確かに口当たりが辛い気がする。結構。飲み終わって、あとの口当たり、口の後の残ったのが、ピリピリピリっと。うん。結構これは、辛口なんではないかと思われる気がする。だから辛口っていうと、日課で言ったら、なんだ。辛口って言うと、あれか、竹鶴12年とか。うん。まあ、さすがにフロムザバレルぐらいまではちょっとあれだけど。フロムザバレルとは全くこれあれ違うけどな。香りとか。弱いし。竹鶴12年。竹鶴12年あんまり美味し好きじゃないんだよな。正直言って。うん、竹鶴12年に似てるかもね。一般的に竹鶴12年結構人気だからさ、うん、美味しいと思う人は結構多いかもね、これね。このウイスキーは。ただ俺竹鶴はあんま好きじゃないんだよ。あれ。あれ2000円も出して買ったのに、あれな。2000円も出して買ったのに、だって、あれじゃん。ねえ。なんだ。フロムザバレル、ようか完璧にまずいもんな。比べもんならん。だいたいブラックニック8年にも普通に、ようか全然まずいし。これは、五つ星かな。五つ星にして、甘みが、甘み四つ星。香り三つ星かな。はい。コクが三つ星。まあ、普通でしょう。多分。甘み四つ星。甘みは結構あります。日課ウイスキーに非常に似てて。割と甘いです。香り三つ星。うん。うん。うん。まあ、うん。って感じかな。おすすめの三つ星。なんか微妙なんだよな、これな。全体的に何かが、だいたい全体的に何か、辛口で、辛口なんだけども、香りは弱い。コクもない。ので、全体的に辛さだけが目立つ感じですね。うん。そんな感じですかね。うん。それではご視聴ありがとうございました。